超パソコンが熱いですね、本当に壊れそうで、ちょっと怖い。ゲームの時間割いてみに行かなかこんなだ。ほんとすごい、うんうん、ダンスも全部演奏もして、うん、すごいレベルが高い、レベルが高い。高校3年生ですよね、18まで、うん、か。あ、サングラスだと。お父さん言ってた。ああ。あ、生歌で歌ってもらったらよかったね。ちょうどキャス切れる前にゲストさん終わってよかった。そうですね。ちょっと半端に切れたらどうしよう。あ、ココアさん。こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。今日のテーマは、近々楽しみにしていることです。皆さんね、今日のテーマが、近々楽しみにしていることなので、ぜひぜひね、コメントをしてください。あ、こともいらっしゃい。ことさん、いらっしゃい。めっちゃ白くない私。焦点そう。超白。白。花火大会いいね。最近やりましたっけ？沖縄でまた。海洋。ないんだ。あ、そうそうそう。ありましたよね、なんか。海洋博だった。15日。本当に。ひさしって何ですか？ひさし。ああ、なんかおばさんがつけてるやつですか？おばさんがつけてるやつ。サンバイザー的な。みんなサンバイザーして放送するの。やば。はい、時刻は5時32分、はい、もうすぐ33分になるところです、はい、サザンブリーズお送りしております、はい、今ね暑すぎてちょっと日差しが欲しいなって言ったんですけど、うんうん、日差しが分かんないんですよ僕は。おばさんがつけてる、おばさんがつけてるやつかなって言いますけど、サンバイザーそれ、それサンバイザーって言うんですか？サンバイザーじゃない、頭の上に、そうそう、なんかそう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 、サンバ
サイダーつけながら放送するめっちゃ面白い絵になるけど。ほんとね、今ね、ピッチから放送してるんですよ。そう、もうね、もう暑いわけ、超景色はいいんですけど、そう、直射日光、やっぱりもう僕はもう、あのまあ舞台俳優ですから、あの、まあ、日焼けやつの NG なのでもう髪の毛真っ黒になってるんですけど、そうなんですよ、誰もさ、ま、本当に待ってたよ、自分ずっと誰も言わない、あ、せつ真っ黒、黒染めしてますねっていうコメント、まだかな、まだかな、ずっとしてたけど、どうですか、若く見えますよね、ちょっと若くなったよ、やっぱみんなにも、え、黒にしてる言われて、うん、そうそう、調子のものだよって言われました。どうせお前なんか言うんだら、また いろんな人に、ね、役作りとき言うんだらみたいなことを言われて、うん、確かに言うか何みたいな感じで。これ役作りなんですか？これ役作りです、本当に。これは役作りです。役作り。はい。そうなんですよ。さっきね、ミュージカルのお知らせをしたんですけど、せやくんは？そうなんです。ちょっと僕たちの方もちょっと動きまして。順調ですか？はい。もう僕たちもミュージカル、な感じでやってもらってるんですけど、うん、でなんかまた役がもう決まってはいると思うんですけど、うん、僕の役がもうちょっとなんだろう、なんか女の子をしてる役なんですけども、してるどんな役？女の子をしてる役で、またちょっとね、何それ、よろしくない男の子って言いますか、でもその演技をした人が、前の人が、あのテニスの王子様、テニプリがの主人公、わかります、龍馬くんだったかな、あの子がやってた役なんですよ、自分がやってる役って。え、どういうことこの、舞台が、うん、舞台の役が前やってたらしくて、同じ台本ってことだと思います。で、これが何年もこう、そう、伝統でやってて、そう、で、今回その役がテニプリの人と同じ役なんですよ。へー、そう。で、なんか、なんだっけ、忍者なんか、ゴーレンジャーみたいなあるじゃないですか、はいはい、あれのレッドの役ともやってる。へー、やばい。役なんですよ、自分。ちょっと。そうなんですよ。そこのレールに乗らないと。そうなんですよ。乗らなきゃいけない。そうそうそう。で、セリフとかにも、なんか僕のセリフで、なんか、蝶のように美しいというセリフがあるんですけど、もう私繊維とは、あの、ちょっとんと思って、感じがちょっとよろしくないので、感じがね、苦手なんです、はい、ちょっとみんなで読み聞かせもピリピリする中ですよ、もうちょっと緊張しながら、僕はもう読み合わせするときに、僕は、蛾のように美しいと言いました。もう蛾は美しくないから、そう言われたの、蛾のように美しいって言っちゃって、漢字読めてない、本当に女の子に言ったらダメですよね、蛾のように美しいって。もう後から自分我に帰りました。確かに女の子に向けて蛾のように美しいと言わないな、ディスってるだろお前みたいな、そう、もう蛾のように女の子に向けて言うセリフ、そうなんです、蛾のように美しい、感じアウトやっていう、こんな感じでもう僕も頑張って演技をしていきますので、ひらがなの台本作ってもらいましょう、全部もう読み書きました、本当に全部書きました、もう本当に先生、この組み合わせの前に書いて、そう、もうもう隣の人みんな上手くて、もうどうしようと思いながら、もうガのように言っちゃってるから、自分もどうしようと思って、頑張って本当に行こうかなと思っておりますので、それもね、ぜひぜひ、9月だったっけ、そうです、僕は、あの、9月の1日と2日と3日なんですよね、僕たちの、はい、1ヶ月ちょっと、もう少ししたらまたね、いろいろ詳しく、うん、そういうチケットのとか ね、できると思うので、今日はこんな感じかなという感じです、はい、楽しみにしてます、はい、僕の楽しみはもうこれですね、それね、もうまさにそうですね、僕は、うん、楽しみにしていること、皆さん近々楽しみにしていることは何ですか、はい、何ですか、ツイキャスの方でね、コメントありますか、いただいてますが、琴さん、はい、花火大会ですかね、夏といえば花火大会ね、もう花火大会ね、沖縄ではもう毎週ぐらい花火大会あるからね、その時浴衣買ったので、青い浴衣、また青で、青で、そ、え、なんかないんですか、うん、この何、羽衣祭っていつでしたっけ、羽衣祭かぶってたらもう遅いの、あ、そうなんです、10月の末と10月の1日、
かぶってたら浴衣で来たかったんだけどな。9月だね。9月か、9月やってません、こっちも。届くよ。やってるやってる。あ、10月末までやります。あ、そうですか。うん、浴衣いいね。浴衣放送いいね。浴衣放送したくないですか。浴衣放送いいね。浴衣放送しよう。しましょう、ほんと。そうしよう、うん、海で。海でね。ビーチでね、浴衣放送しよう。そうそうそう。しようしよう。いいと思う。他は着ていく予定は？他は、そうですね。あまりでも、ジンベイが似合わなかったんですよ。あー。自分似合わんかったんで。地下といえば浴衣。浴衣が、なんか、似合ってたっていうか。うん、しっくりくるなと思ったんで。そうそうそう。ジンベエなんかジンベエちょっとノーノーさらになんか年上みたいな。うん、やめやでしょ。ほんとですよ。もう、あ、初めて来てくれたキリアさんですね。キリアさんありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じでね、ツイキャスのコメントも拾っていきますので、はい、はい、ぜひぜひどんどんツイートしてください、はい。今日のテーマは近々楽しみにしていること。そう、楽しみにしていることです。そう、はい、皆さんからのメール、メッセージお待ちしております、はい。ということで、ここでもう一曲お届けしましょう、はい。じゃあ次の曲はですね、25周年を迎えた Mr.Children、 君がいた夏です。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。浴衣の上に遅刻を楽しみにしてもちろん走れないから浴衣が本当に浴衣で走れない夢だったんですけど。そうですね。じゃあ本当に1万円いかなんかしたんですよ。すごいいいやつじゃん。浴衣がめっちゃもう青々しくて、青々しくていいんですよ、めっちゃ本当。そうそう、本当にめっちゃ欲しいと思いながら買って。浴衣実家から持ってこよう。いいですね、浴衣しましょう。明日あ、通知表を切ってくるんだって。それなんか楽しみなの、逆に。楽しみなの、うん、通知表楽しみではあった。自分もなんか夏末か、もうすぐ夏休みだからね。うん、確かにね、うん、通知表だって楽しみなのか、それは。先生、舞台を見に、ゆたかさんが浴衣で来たら、うん、サイン色彩プレゼントどうですかねって。そう、サイン考えなきゃいけない。本当にあ、サインとかまずないの。ないんですよ。で、考えないといけなくて。考えないと。そう、そうね、こけこけ君目に浮かぶよね。あ、受験生だからね。そっか。まあそうね。え、自分受験生の時もやばかった。やばかった。もう全然なんか AKB のなんか5教科が売られてしまって、うん、え、どういうこと？なんか国語と数学みたいな理科があって、その AKB のもうメンバーが教えてくれるんですよ、うんうん、何それ。なんか英語もリスニングも全部 AKB の子が言ってて、英語で。もう自分それも買うと思って全部買って、うん、めっちゃ勉強して。すごい。それやったら身になりそう。そう、なんかもう好きなものだから、うん、めっちゃもう楽しかった勉強は。本当に。あ、それいいね。マジでまだ持ってて、それノートも5冊全部もきっちりまとめて書いて、色も本当にもうね、こんなじゃん。木本さん、そうだわけ。うまいわけ。うまいよ。本当だわけ。はいはいはい、すぐだよ。本当もう自分みたいな。本当だよ。ひょひょ立ってくから、すぐ買うからさ。すぐ買うから。CD とかすぐ買うよ、自分も。本当に。いや、その作戦は本当に、でかい。自分楽しかった、本当に、うん、受験はこれがあるから全然頑張れた。へえ、うん、なんか他にもね、そういうので勉強頑張れるツール作ったら、なんかそうですね、受験生頑張れる。で、全部あと文字も青にしてました。うん、なんか青にした方が記憶力が上がるって。なんか聞くね。なんか赤だと攻撃的だから、なんか怒られてるっていうのがあるみたいで、ペケみたいな、うん、イメージするんですか、はいはいはい、あれでなんかあるから青の方がいいって。そう、だから全部青にしてた自分。もう受験生終わってから知った、そんな。ああ、そうなんですか。全部調べた、本当に自分は。学生時代に戻りたい。 AKB を祈りたく、まあいいよね、うん、好きよ、うん、かっこいいよね。かっこいい、あの子たちかっこいいもん。学生時代もそうですよね。
学生時代どの学生に戻りたいですか？高校生。高校生。やっぱり。あ、私も高校生。高校生、好き勝手してたな。してた。してたよ。遊んだ。高校、ほんまにね。イケビ兄弟そうなんですよ、本当に兄弟があってやってた、めっちゃその AKB 頭文字じゃないです全部その頭文字の人が教えてくれたかな。あ、ソムリエさん、ありがとうございます。ありがとう、来てくれて頑張りますよ。次ね、コーナーね。そう、ちゃんと皆さんね、皆さんも楽しめるようなコーナーがありますので、ぜひ。自分、好きなんですよね、めっちゃ。これは。うん。好きなんですよ、自分。面白い。めっちゃ天気良くて。本当、34度。34度。ここ、体感気温は41度ぐらい。そう。もう暑い。ちょうどね、あの海がキラ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 してます。本当にもう光ってて、本当いい天気、超綺麗よ。下準備辛すぎてないですね、受験生。35度って、表現力、今日はどうかな、表現力コーナーかな言われるわけ、あの DM で、あれでも面白いってでも言われるよ自分、うん、頑張ってます、表現力マイクさん見てるかな。お、え、虫、ちょっと待って、虫入った。嘘でしょいや、ちょっと、やば。はい、FM 沖縄よりサザンブリーズしております。はい、ね、コメントが来てます。たくさんコメント来てます。ありがとうございます。 FM 沖縄のスタジオってどこら辺にあるんですかということなんですが、はい、本部のスタジオの方は、はい、急なというところにあります。昨日はヒルズ通り沿いに、はい、ありまして、うん、夏の時期、この海が開いてる時期は昨日はトロピカルビーチの、特設ブースに見て放送しております、うん、はい、はい、近くの方ぜひ遊びに来てください。遊びに来てください ね、うん、今日も楽しく放送しております。しておりますよ。さあ続いては、続いてはコーナーに、はい、今日は何のコーナーですか。今日はですね、旬心理テスト、はい、ということで、はい、心理テスト行きましょう。行きましょう。第1問、第1問、僕から言っていいですか。うん、はい、ということで、はい、あなたの目の前に、まあ、彼氏ね、彼女がいます。うん、その相手は今パンツを1枚履いてるだけ、履いてるだけ、はい、さてまずあなたは彼氏彼女に何を着させますかということで、はい、まあ、リカちゃん人形の感覚で、まあ、着させてくださいということなので、はい、まあ、1番 T シャツ、はい、2番ズボン、はい、3番腕時計、はい、4番靴下ですね、はい、僕はズボンですね。あ、そう、私上と思った、はい、T シャツ。あ、あ、なるほどね。1番、1番、はい、僕が言います。1番が T シャツで、2番がズボン、3番が腕時計、4番が靴下ですね。自分も2番のズボンなんですけど、腕時計だけっていう。腕時計はちょっとくしよ、ほんと。ちょっとね、おちょっとおかしい。なかなかよ、なかなかないかもしれないよ、うん、エプロン、うん、どうしたない、裸エプロンないから、裸エプロンないですよ靴下も2番もありますね、はい、ズボンとかね、皆さん ね、 皆さん腕時計、ほんとに、はい、4番もいますけども、選びましたか。はい、結果を、はい、結果をね、お願いします。はい、ということで、まあ、この心理はですね、恋愛
関係の、うん、S か M かを見分ける。そんなのがわかるんですか。わかるみたいです。そして1番を選んだ方、はい、はい、T シャツを選んだあなたはごくごく普通の対等な関係を求めるタイプらしいです。対等な関係、はい、S か M かといえば、うん、N、ノーマルN だった。ノーマルです。ノーマル、はい、周囲から見れば、はい、お似合いとも言えるし、ゴシップ好きの友達からすればつまらない関係ということ。なるほど。そんな平均的な関係を求めています。だってそしてなんかね、お互いイライラしてる、あ、違う、歯車が繰り出すとお互いにイライラしてる、うん、来るので注意してくださいって。あ、回答がいいのね。そうらしいですよ。 N でした。はい。そして2番を選んだ方、ズボン、僕もですね。はい、ズボンの方は、はい、ということで、ド M ですね。はい。ド M でした。で、相手のために動く自分が好き、こんなに人に託せる私が好き、そんなナルシストっぽい一面もあるみたいな。僕もそうかもしれない。バレてんじゃん。バレてます、本当に。ね、すごいよ。なんか見返りを求めない、うん、求めないようするのが出た。尽くすと好意が相手に気づかれないのがベストですね。だってもう重いって、重いんですよ。重いって言われる。じゃ本当に重いって言われるんですよ。やばい、ド M だ。ということで3番、腕時計は S 気が強いですね。誰？ S ですよ。そう、腕時計選んだ人。わざとわがままや気まぐれなお願いをして、うん、女性や男性の愛情を試したい小悪魔的な面がありますということで。愛されてる関係では2人は何も問題もなく幸せ。でもずっと試すようなことをしてると相手の愛情も冷めてしまうかもよということで、まあ、雨と虫の使い分けがちょっとなんか苦手なのか分かんないんですけど、なんか2人にとって理想な距離感らしいです。なんか、腕時計 S ですね。はい、 S でした。 S 気が強いみたいで。そして靴下、最強のドレスと言いますねって。で、こうなってくると彼氏彼女にも、天性のもうド M、 最高のド M じゃないともう難しいって。で、普通では物足らず3歩下がってついていくなんてストレスで耐えられないはず。うん、なんか、あ、でも幸せな結婚ができます。だって靴下の人は、超ド S なのに。そう、靴下選んだ方、セイント君空いてますよ。本当ですよ。自分もズボン ねもうド M だから、ド M だし、ナルシストだし、もう大変で重いし、靴下選んだ方ぜひメッセージください。もう最悪で、本当にね、あ、結婚してありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっとすぐね、泣きそう言って、もうね、岸本にしなきゃいけんよ。はい、面白い。すごいね、こういうのもあるし。なんかありますか、めぐさんとか。はい、じゃあ、心理テストね。はい。こっから出すね。はい。これも4つ。はい。選びます。はい。正義のヒーロー。はい、変身するヒーローものね、はい、新番組がスタートすることになりました、はい、このヒーロー、ちょっと意外な職業についている男性が変身します、はい、一体どんな職業の男性がヒーローになると思いますか。はい、はい、A、ピアニスト、はい、B、医師、お医者さん、はい、C、プロサッカー選手、はい、D、男性アイドル。ヒーローに変身する意外な職業についている男性は A、ピアニスト、 B、お医者さん、 C、プロサッカー選手、 D、男性アイドル。さあ、ピアニストかも、自分。さあ、これで何がわかるか、皆さん、ツイキャスの皆さんは選びましたか。ピアニストだな、A だな。どれかな、心理テスト。じゃあ A から、はい、ピアニスト選んだあなた、はい、はい、このテストであなたが何フェチか分かります。ピアニストを選んだあなたは、はい、パーツフェチ、はい、繊細な指使いのピアニストはあなたが異性のボディーパーツに惹かれるパーツフェチだということを表します。はい、指が綺麗だったり肩幅が広かったり、そうしたパーツに魅力を感じて恋愛がスタートすることが多いのではありませんか。
相手の場合顔はあまり気にならないケースがほとんどです。あ、でも自分めっちゃふくらはぎ超好きで。ふくらはぎ、はい、もう多分自分リスナーさん多分知ってると思うんですけど、ふくらはぎほんと好きなんですよ。ふくらはぎ見ちゃう、見ちゃう。あ、いいね、パーツフェチ。ふくらはぎ超好きで自分。合ってるじゃん。すごいすごい、パーツフェチでした。ちなみに B を選んだ方、はい、はい、お医者さんを選んだあなたは制服フェチです。おー、はいはいはい、はい、白衣のイメージが強いお医者さんはあなたに制服フェチの傾向があることを表しています。はい、警察官とかパイロットとか制服を着ている異性に胸がときめいた経験があるのではありませんか。うん、お医者さんの白衣に憧れてあなた自身もそうした人に近づけるような職業を選ぶこともありそう。おお、自ら近づく人。なるほどね。ね、お医者さん選んだ人いますか。いるかな。続いて C、 プロサッカー選手。お、はい、サッカー選手を選んだあなたは匂いフェチ。匂い、汗だくでプレーするスポーツ選手はあなたの中に匂いフェチの傾向があることを表しています。はいはいはい、自分ではあまり自覚していないかもしれないけど好みの匂いとそうでない匂いがはっきりしていて、それで異性の印象が大きく変わってしまうことが多そう。うん、中には10年の匂いが好きなケースも。すごいね。匂いフェチの人いますよね。いますよね。いや、女性は特にかもしれない。あ、そうな、この人は大丈夫、この人は無理みたいなのが匂いで感じる。女の人はすごい鼻が強いって言うから。そうそう、うん、ね。続いて D を選んだあなた、男性アイドル選んだあなたは、はい、顔面フェチです。はいはいはい、アイドルという答えはあなたがどことんまで異性の顔立ちにこだわるタイプだということを表しています。うん、あなたが女性なら完全な美少年好きなはず。妥協して顔が今一つの相手と付き合うより遠くからでも美しい顔を見ていたいなんて思っていそう。顔が良ければ相手の性格が最悪でも許せてしまうことも。なるほど、怖いね。怖いね。怖いね。マシュマロ君もね、当たってると思うよ。セイント君結婚しよって。あ、当たってると思うよ。うん、はいはいはい、びっくりでした。コメントでね、お、パーツフェチでド M だ、ナルシストな、完璧ですねって。完璧ですね。本当ですか。こんなやつでも好きになれます。はい、はい、もうあっという間、もう今日ここまでです。ここまでですよ、もう。はい、皆さん、あっという間ですね、本当に。もう時間が経ってた、経ってた。はい、今日のお相手はメグとセイントでした。また来週。